かえ、有明中学校、高等学校は、東京都高等区市ののめ2丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、市立中学校、高等学校。高等学校においては、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では3年間別クラスを編成する併設型中高一貫校。2013年度からは、 男女別クラス編成になり、男女兵学校になる。以前は、下越女子中学校、高等学校という校名で、市ヶ谷の富士見にある女子校であった。2006年4月に、創立100周年記念事業の一環で、現校名に改称、臨海福都心の有明キャンパスに移転し、教学化された。英語教育、帰国生教育、教科連携教科など次世代の学校として、 注目されている。開校されてから間もないため大学実績が出ていないが、一期生の高校3年時の南韓大学進学コースの生徒の外部模試偏差値が中学入学時から20以上を伸ばした。一期生の大学進学実績はマニフェストで書かれていた南韓大学進学コース生は国公立総計上利50%、グマアーチ100%を達成した。 今後の受験レベルが上がるため、学力を伸ばす学校として話題になっている。新進学校を確立させるために、南関大学へ行ける生徒の育成から、南関大学から求められる生徒の育成を目指している。法政大学との連携授業や指定校推薦などの提携がある。8時15分から8時30分までを例言とし、基礎学力の向上を目的に、超学を実施しており、 放課後の学習支援センターでの居残り学習や上位層、学力伸長講座など中退や外部講師などが指導している。このシステムを他校が導入するほどかなり注目されている。かえ、有明中学校、高等学校では2週間から1年の3種類の留学プログラムを実施している。中学3年、高校1年の2学期にアメリカ合衆国のソルベリースクール、 イギリスのキングス、エディー・ーカレッジ、ケンブリッジ・インターナショナル・スクールに滞在するもの。2012年より開始されたもので、1年間は長すぎて日本での勉強が心配だが、経験として海外の高校で勉強がしたいという生徒向けに始まった。戦術の通り、中高を通して大きく分けると、難関大学進学コースと総合進学コースの2コースになる。 中学の間は一部の生徒が、新球時にコースを移動する。また、男女別学の学年は、コースは一つとなり、男女別のクラス編成になる。2013年以降に入学した学年は、中学1年から高校1年までの4年間を、男女別のクラスで過ごす。2015年以降高校入試が始まった。かえ、有明の国際教養である。 論理的思考力、未知表現力、グローバルリベラルアーツ未来イコールサイエンスこの3つを身につけるトレーニングをしている。男女共学のクラス編成となる。公式サイトを参照。ありがとうございます。